はい、1246回始めます。2023年6月18日です。Jキャストニュースからまたね、この広末涼子さんのね、ダブル不倫、これがいろんなところに飛び火っていうかね、してると、飛び火っていうんじゃないね、まあ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 、いろいろテレビ番組とかでも話題に出てるんでしょうね、これ。お笑いコンビウーマンラッシュアワーの村本大輔さんが、広末涼子さんねの不倫で無期限の謹慎処分となったことを受け、ツイッターで持論を展開したと、うん、村本さんのツイート全文、有名人が落ちるということで満たされる、心が貧しいだけなんじゃないのというツイート、この村本さんね、なんだ、無期限、広末涼子さんがね、無期限謹慎処分としたことを、めぐってね、なんていうのかな、芸能界のスタンスをめぐり疑問を投げかけたと。要は、ゲスの極み不倫ってありましたね、なんでしたっけ、ベッキーさんと、ゲスの極み乙女って言うんでしたっけ、あの人のボーカルなのかな、わかんないけど、これベッキーさんの時もベッキーさんは謹慎って言って、あの事件以来、あれ文春法の初期ですよね、あれ強烈だったのは覚えてます。内容は忘れたけど不倫だったんでしょ、あれ確かね。LINE のやり取り、ベッキーさんとそのゲスの極みの人の男の人のやり取りがね、公開されてね、ベッキーさん未だに戻ってこないもんね、あんまりね、わかんないけど戻ってこないっていうか、あんま見かけなくなったね、明らかにね、うん。で、要はこの時もそのベッキーさんばっかり処分が重すぎて、男の処分は重くないだろうと。で、今回もなんだ、村本さん曰く、広末涼子さんの処分が無期限謹慎だから重い。そんで男の方、不倫の相手の鳥羽さんだっけ、オーナーシェフの、あの人の処分っていうかね、あの人はあんまり傷を負ってないと。女ばっかり傷を負ってと、ベッキーさんにしろ広末涼子さんにしろっていうことで、うん、男尊女卑丸出し芸能界っていうふうに言ってるみたいですね、うん。女優は無期限活動禁止、女だって仕事を続ければいいという感じで、で女性に厳しく、男性に甘いみたいなね、まあ村本さんの主張、うん、この主張に対して本当にそう思うと、芸能界だけじゃないよと、社会全体だよと、女性には厳しいよと、あと男は無傷、女は致命的ダメージってなんだか変だよねと、村本さんの意見に共感する声が寄せられていると。その一方でスポンサー背負って CM にも出てる女優と料理人の違いだけだろうと、全く男尊女卑とは思わないと、自営で不倫を気にしないで客で経営が成り立つ、その鳥羽さんのね、男の方か、出演作品の制作にスポンサーが必要な女優の違いでしょうと、男女の違いではないはずという意見、まあ一概にまとめることはできないとするツッコミも多くあったと。この記事によると、どっちかって言ったら、その村本さんの男尊女卑だっていうのには反対する意見の方が多いようなニュアンスだね、これはね、うん。まあ、タイトルの記事がね、広末涼子の処分は男尊女卑丸出し、ウーマン村本の持論にツッコミ続出、女優と料理人の違いだけっていうね、このタイトルにあるように、多分ツッコミ、うん、村本さんの意見に同調しかねるっていう人たちが多いっていう感じでは書いてあるんだけど、まあただね、男尊女卑だと、女性に厳しいじゃないかと、社会は、うん、いうふうに思う人はいなくはないっていう感じですかね、うん。で、男尊女卑だっていうツイートの後かな、最後次のように続けたと、うん、政治に文句がないからじゃなく、自分なんかがと個人が力を諦めてて、有名人が落ちるということで満たされている、心が貧しいだけじゃないのというふうに
なんか締めくくってるみたいな感じで、まあニュアンスちょっと私の話下手くそでね、わかんないみたいですけど、わかんないと分かりづらいと思うんですけど、まあ私これについて思うのは、まあ広末さんの件はね、全然私私変わってるのかな、広末さんのこのダブルグリーンの話聞いて、むしろ広末さん好きになった感じなんだよね、私は。うん、むしろ応援したいっていうかね、早く、まあ事務所の方で、うん、一応ね、不倫はね、不貞行為っていうことで、今の、社会風潮でね、許されるべきものじゃないからね、うん、明らかに、うん。で、結婚してるわけだし、広末さんも。で、子供も3人もいるわけだしね。うん、まあ、ね、不貞行為なわけで、これ、許すわけないですよ。ね、事務所だってそれなりに謹慎とかしますよ。かたやね、オーナーシェフの方は、まあそれなりにイメージダウンとかあると思うけど、うん、まあネームバリューが違うよね、広末涼子とオーナーシェフの鳥羽さん。私鳥羽さんなんか知らなかったから、まずうん、そりゃ広末涼子 CM のスポンサーとか、映画にしろドラマにしろスポンサーありますからね。そこ考えるとダメージっていうのは広末さん大きくなるのは当たり前じゃないですか。そんなのこれ男尊女卑の問題じゃないと思うけどね。でベッキーさんの件もそうよ。ベッキーさんの当時私もテレビでよくよく見かけてましたからね、私ですら。ゲスの極みなんとかっていうのは私顔もわかんないもんね、未だに。歌は一曲だけなんか流行ったの知ってるけど、うん、それ以外わかんないもんね。ゲスの極み乙女でしたっけ。うん、俺ね、それはベッキーさんの影響大きいっていうのはわかるよ。だからそれが男尊女卑とは私は全然思わないし、うん、だからね、村本さんの意見には私は、うん、ツッコミ入れる方の、うん、立場なんだけども、まあただ共感してる人もいるからね、うん、全くもってこの意見、うん、見当外れ的外れっていうわけでもないんだろうね。私は的外れだと思うけど、うん、そういうふうに、まあ何回だったかな、このチャンネルでね、今のこの令和5年の世の中でも男尊女卑というかね、女性が生きにくいみたいな、男性に比べていうふうに思ってる、差別されてるというか生きにくい世の中だと思ってるみたいなアンケートを取ったら、結構な割合でね、7割ぐらいだったかな、かなりの多くの人が女性の方が男性より社会で生きにくいみたいなふうに答えてたっていうアンケートを見て、私はちょっと驚いたんだけど、まあただそれがね、間違ってるとも思えないしね、うん、だから女性の方がもしかしたらそういう意味でなんかまだまだね、うん、生きにくい世の中なのかもしれないっていうことを考えても、今回の広末さんの一件はね、男尊女卑とか関係ないよね。ほんとタレントと料理人の違いっていうか、あと知名度の違い、うんうん、っていうのが大きいんだと思う。まあこの件に関しては私あんまりね、その村本さんにしろ、うん、誰にしろこういういろんな意見ある中で批判とかするつもりないけどね。まあ村本さんは私前からね、なんだっけ、朝まで生テレビでこの人出てなん、あ、うん、あとその時のイメージと、あとその後もなんかコメンテーターみたいなのでなんかに出てんだよね、ちょくちょくね。その受け答えとか見ててね、あんまり好感を持てないね、村本さんってね、うん、あんまりね、ネガティブなことは言いたくないんだけど、誰々っていう個人名挙げて、うん、まあ村本さんのこと別にして、まあ、テレビとかに出てくる、いつ頃からかな、私ね、ほんと気になってるのがね、1990年代ぐらいからかな、おバカブームみたいなのがありましたよねっていうか、まあ分かんないかな、何でしたっけ、なんだっけ、クイズ、なんかクイズ番組があったんだよな、なんか、タピオカ料理店でクレームつけてなんか問題になった人とかいるような人が出てた番組、うん、90年代ぐらいからかな、なんかおバカブームみたいな、うん、自分のバカさ加減を売りにして人気にしてるような人たちが結構出てきたような気がするんですよ。でその風潮が今も流れあって、私ね、まあ景気良かった頃っていうかな、日本が右肩上がりで、うん、余裕あった頃はそれで良かったのかもしれないけど、もうこれから本当に厳しい日本だから、世の中ね、その中でおバカを売りにするみたいなのはね、あんまり良くないと思うんだよな、風潮として、うん、もっといろんなことを勉強しなさいと、
常識、言いたくなる。あと社会全体でおバカであることを持ち上げないっていうかね、もてはやさないっていうのは大事だと思う。昔だったらね、恥ずかしいとかね、みっともないとか、あんまりね、突拍子もないことっていうかね、的外れなことを言ってるような人は恥ずかしいとかいうような恥の文化っていうのはあったんだけど、日本もそれなくなってるもんね。あんまり賢くないですみたいな、それが売りになるみたいなね、そういう風潮はね、もうそういう時代は終わってほしい。よくないと思うねっていうのが言いたい、この一件で。別に村本さんがどうのこうの言うつもりないけど、あまりにもちょっとずれてないかと、感覚が。なんでこの人テレビ出てんのみたいな、この人の意見みんな求めてるのみたいな感じの人は多々いる、それだけかな、言いたいのが。この広末さんの件はね、私もっと、まあ何回か前に喋ったけど、岸田総理がね、異次元の少子化対策っていうんであれば、本当にね、もう全世界の常識覆すような、現代の文明ではありえないようなことだけども、結婚制度廃止するとかね、子供中心にした社会っていうかね、結婚なしみたいな感じ、なんて言うんだろう、なんなら結婚制度ありにしてもいいから、まあ一夫多妻制あり、一妻多夫制ありみたいなね、一人の男の人が何人妻を持ってもいいみたいな、一人の女の人が何人夫を持ってもいいみたいな、そういう風な抜本的な異次元の、改革っていうかね、そっちの方がね、少子高齢化少子化対策いや、いいんじゃないかなってすら思う。この広末さんみたいな人、私はね、嫌いじゃないね。恋多き女、手紙も見ましたけど、ストレートで純粋でいいじゃないですか、と思うな、私は本当に純粋に。はい、昔の妾とかね、そういう側室とかね、それの女性バージョンっていうのかな、男性は男性で妾とか側室みたいな、女性は女性でそういう妾とか側室、そうモテる人いるんだから、一方的にたくさんの人から人気ある人、そういう人に女の人がいろんな男の人の子供を産んでいいと思うし、男だって、なんだ、まあまあその逆もね、男がいろんな人の何、いろんな女の人に子供を産んでもらってもいいと思うし、女の人がね、いろんな男の人の子供をたくさん身を持ってもいいと思うしっていう、ちょっとあまりにもちょっとかけ離れ、なんていうのかな、常識外れかな、これ。いいと思う。それぐらいじゃないと、私、異次元の対策なんて思わないけどね。岸田総理が言う、子供手当増額とかね、それぐらいじゃ全然異次元じゃないじゃないですか。異次元だって言うんだったら、欧米がびっくり仰天するぐらいのね、改革してほしいなと思いますよ。はい。そんな感じ。ちょっと、問題かな。怒んないでください。このね、広末さんの一見見て、私は男尊女卑だっていうのはね、全然思わないな。はい、ちょっと知名度が違いすぎるよね、鳥羽さんと広末さん、あとベッキーさんとゲスの極みの人とは、タレントのパワー、影響力のパワーっていうか、それが違いすぎて、男と女の違いっていうふうには思わないっていうことですね。はい、1246回終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価できれば再生リストの利用お願いします。失礼します。